ゆうさん、れいじさん、みなつきさん、くうねるさん、いらっしゃい。はい、どうも。今日放送できると思ってなかったんで、うっかりしてました。ちょっと時間ができたんで、スーファミ放送しようと、スーファミインストール枠をやろうと思ったけど、結局は、探し枠できんじゃんってことになったんで、探し枠にしました。はい、イットンさん、竹山さん、ラーメンさん、いらっしゃい。そうですね、そうだね。ダンシングアイ。プレステ3版が出る予定だったけど出ませんでした。こんばんは。エルンさんも、ハッチマルさんも、アナンシさんもよろしく。お菓子さんもよろしく。ソウルエッジって書いてあるな。ソウルエッジの何なんだお前。はい。ネスさん、スワさん、いらっしゃい。テクスチャーが果てあるな。ダンシングアイ、どっかに移植してほしかったな。プレステ3に出る予定だったけどね、プレイステーションムーブが売れなすぎて中止になった。和骨です。少子千葉さん、いらっしゃい。和骨です。ゆうさんもいらっしゃい。黒さん、いらっしゃい。今日は短めで、短めの予定です。まあ、スーファミ放送をするかもしれない、この後。短めでね、これはね。依頼次第かな。なんか最近喉の調子が本当に良くなくて、夜になると咳が止まらないというか、咳が止まらなくなったりとか、することがあるんで。明日の登山は辞退しました。はい、ザクロさんもいらっしゃい。まあ、登山は夏のホビーだからな。冬はあんまり無理しないでください。観光地だったら別にいいけど。まあ、富士山は観光地という登山家もいるからわからんね。オリオンさんもいらっしゃい。咳が止まずに。うがいだけして、イソジンでうがいして寝たけど、そしたらまあ良くなったけどね。でもやっぱなんかあんまりだわ。脱がしてんの、これ。ホルスタインを脱がす。はい、いらっしゃい。どうなってんだよ。このゲーム正直言ってあんまりやれなかったんだよな。ああ、オレンジさんもいらっしゃい。ムニさん、よろしく。冬の登山ってちょっと危ないような。危ないけど、まあ明日は天気いいから、行楽みたいなね、紅葉を楽しむみたいな山だったらいいと思います、別に。よくわからんね、俺も。これ体調最近あんま悪くなかったから、ちょっとよくわかんないんだよね。まあ、牛、トランクス一丁で日向ぼっこしてたら風邪もひくわって話だよ。漢方薬いいですよ。ああ。いや、ついてた、すいません。牛とか男とかがついてるという意味ではいろいろぶっ飛んでたよね。このゲームはね、正直言って、ナムコ直営の店とかにしかなくて、当時は高田馬場のキャロットでやった以外にはあまり見かけなかった。スターナさん、いらっしゃい。あまり見かけるゲームではなかったな。あの時代にやっぱりこうよくわからんゲームだから仕入れなかったのかもしれないね。他のゲーセンは意外とでもやってる人は見かけたから人気はあったんだけどね。人気はあったけど、まああの時代はな、格ゲー置いときゃまあ儲かる時代だったからな。ネオジオ全盛期でもあるし、96年、あまりこういうゲームに置いていてもな。プレステで出しちゃよかったのにな。ちょっと今見るとやっぱ出せなそうだけどね。当時96年ぐらいだとやっぱまだ下着はまだ厳しそうだし、プレステ昔は下着が無理で水着 OK だったから、水着にして出すとかってもありだと思うんだけど。はい、あの耳ゴビはっていうか完璧だったからね。ちょっと流してみる。今こそもう一回流してみる。どこにあるっけ。これかな。違う。あ、これか。スターフォースどれだ。やべ。ちげえ。本物の方だった。
ファイル名つけるか。ファイル名つけたらでもすぐ分かっちゃうからつまんねえ。これ裏が違う。これね。これは違います。うん。わかりました。わかった。和骨です。今日はやらないと思ってました。そうね。俺もやるつもりなかったんだ。これです。わら。これが、この曲なのゲームなんですけど、って言って。まあね。探したんだけど、探したやつが聞いた瞬間分かったけど。このゲームはもう正直言っても見つからないでほしい、俺は。このゲームに関しては見つからないでほしい。見つかったら終わっちゃうもん。きっとそうだね、ダンシングアイはそうだね。女の子を脱がすみたいな。これこれ、懐かしいです。なんかあんまり最近聞いてなかったからな。何脱がしてんだこれ。何脱がしてんのこれ。雲みたいな色が。なんか。ああ、いやいや、そんなもんない。おお、どうしたどうした、急に。棺かなんか火向いてんのこれ。違う。なんだこれ。これあれか。弁慶かなんか脱がしてんの。よくわかんない。マントかなんか来てんのか。まあでもこのゲームそんな難しいゲームじゃねえからな。杉田がやっただけの話でしょ。結局みんなあのゲーム番組で知っただけなんだよな、ほんとに。まあいい、まあ、ゲームをいろいろこう、知っていただくものに関してはいいことだと思うけど。若干うぜえな、なんか。依頼大丈夫ですか？やめた方がいいんじゃねえのか。ちょっと、マジでちょっと、依頼もうやめよう。四つ葉さんは。もういいよ。依頼来てる。やる？正直言ってちょっと俺やめた方がいいと思うんだよね。やろっか？まあ、この時期はね。この時期は、ちょっと俺いいことないような気がするんだよな、これ。やるか。お願いします。はい、プレステ3は自分で探そうか。プレステ3、はい、新しいな、わらわら。物理で殴るゲームじゃないの。 PS3 ももう10年前なんだよな。発売が10年前なだけで別に現役としてはそんなに前じゃないからね。あー、セインツローかな。ジャンルに入れた方がいいかな。セインツローじゃねえか。どんな内容でしたか。セインツローシリーズ。セインツロー2じゃね。1かな。そこから開けていくっていう。オープンワールドなのかな。PPAP どうした。あ、プレセスリー忘れてるから。主人公は成人男性で、見た目がいじれました。あー、セインツローかな。あー、スリーピングドックスっていじれたっけ。レッドなんたらって見た目いじれたっけ。和骨です。間違った、俺なんでここに。まあいいわ。ハーンさんもいらっしゃい。はい。違う。最初数人の男性が会話しててゲーセンでやりまくったな。おう、あ、ごめん、ちょっとそういう話は言わないでくれる。邪魔しないでくれる。ちょっと今作業中なんで。インファマスかと思ったけど違います、うん、パンダさん、悪いダースさん。ちょっと待って。アリカスさんと、あと誰だろう。いやいやついてますよ、ワコインの人。へえ、じゃあ。スケートボードに乗ってたりしませんでした。主人公を最初数人の男性が会話してる。その後空港に向かいました。あ？最初。最初空港。空港。はい。ああ、そうか。空港。
セインツローってそんな話じゃねえよな。一作目そうだったのかな。空港っつったらなんか FPS みたいな印象あるけど。PS3 空港とか出ない。オープンワールド。ゲームオーバーみたいな文字の下にシーンが書かれてました。ゲームオーバーみたいな文字の下にシーンが書かれる。あー、あー、シーンが出る。GTA4。GTA4 は最初フェリーじゃなかったっけ。死因。うん。空港は入れない方がいいな。最終的に死因ほぼ落下し、そういうことじゃないな。死因が出る GTA みたいなプレステ3のゲーム。ってことだね。死因が出る。なんか俺死因が出るゲームって言ったらもうなんかナックルバッシュじゃねえや。セインツローには刑務所の脱獄が最初だったはず。ああ、そっか。それで整形して逃げるんだっけ。怪我して、怪我したせいで整形しなきゃいけないんだっけ。まあ空港ではなくても結構です、この際。死因が出るオープンワールド系のプレステ3のゲームなら。とりあえず。警察に銃殺されたら逮捕されたみたいな。ああ、GTA みたいじゃん。はれー、 GTA5 みたいなゲームってことはやっぱ4なのか。でもそんなマルコだっけ、4の主人公って。あの人整形はしないよな。整形っていうか見た目いじれないよね。あの人の見た目はあのままだもんね。セインツロー見てみる。セインツロー3とか見てみる。じゃあ何年前に見たんだろう、これ。最近のゲームだから、これ何年前かって結構重要かもしんねえな。空港を向かう途中で銃撃戦を避けながら進んでた気がする。はー、で、これね。空港を向かう途中で銃撃戦、避けながら進む。銃撃戦を避けながら進む。自分とは関係ないところで銃撃戦が始まってるってこと？はい。そっか。やばしいな、もう。車が。あ、まあいいよ。いやー、セインツロー3もやったけど、1、2、3やったけど、そんな話じゃなかった気すんな。顔がいじれる。キャラエディットあり。あ、ほんと？サードはでもそういう話、なんか、ヘリコプターから銃撃する話じゃなかったっけ、最初。なんか、お面をかぶった人たちが。見てみる？ちょっと、タブじゃなくて全部持ってきちゃったよ。3だよね。数人の人たちが会話をしている。I gotta make it real. Trust me, Burke. It'll be real. You're robbing Jar some slime. Can we go? Can I get? Hey. Oh. Sleeping Dogs とかなのかな、じゃあ。You got a plan, and we're just shooting all these motherfuckers. That is my plan. Works for me. 今度はどうだろうな、これ。待てよ。何個かゲームがか、の記憶が重なる可能性は。俺じゃないよね。こういうタイプのゲームだった？こういうタイプの。GTA3 といえばまあこういうゲームよ。リアル闘神。いやごめん、さっきのはお面かぶってるだけなんだ。リアル闘神です、これは。ゲームは基本的にこれはなんかこう2作目の伝説のなんか
ギャングの英雄みたいな人のなんかそういうコスプレをしてるみたいなやつなんだけど基本的にはリアルな人です。よくわからん。違います。違うのね。セイントロさんじゃないと。よう、つべから来ました、特訓。どれもこれも似たようなのばかり出てきますね。そう。まあ、似てるから分かりづらいんだよなぁ。特訓よろしく。そうね、スリーピングドックス、主人公はでもいじれちゃうからな。でもスリーピングドックスは多分いじれねえよなぁ。これは見分けつくのかな、見ても。何のゲームだろう。ああ、セイントロ2。空港行った後はあんまり、あのね、あんまりこれなんだろうな、あんまり答えに近づくようなあれじゃないんだよな、そもそもが。いくら言ってもらってもこれどうですか。和骨です。映画のダイハードに似たやね。あれずっと空港じゃなかった。兄さんもいらっしゃる。はあ。ついに PS3 がレトロゲーか。こんな感じですね。よく似てます。うん、こういう感じなのね。三人称視点で夜で、まあ、銃撃戦で、これ空港行くのかな。これね、1作目、2作目は好きだけど、これに関してだけはもう何にもノータッチだわ。やろうと思ったけど、この時期、あんま時期が非常に良くなくてね。あの、ミラーズエッジの時期って本当悪い時期だった。これはもうちょっと後だけど。はーい。ドンパチゲーは磨きつきに、てか、本人が見てわかるかどうかだよな。結局。っていうぐらい似たものが多い。ちょっと他のやつ見てもらう。これ見てもらってるやつはちょっとわからない。これっぽいとは言ってるけど。セインツロー2。見た目をいじれる。これな、最初から見てんだけど。できればセインツロー2の最初が欲しかったな。なのでちょっとこっちはもういらない。自分で探すわ。一番上に来る動画をただ持ってこられても困るわ。人によるかな。嫌をついてる人はもう嫌です。ありがとう。ああ、もう探しちゃった自分で。いや、そんなもんだ。空港には行かなそうだな。何見れば思い出すんだろうな、これ。空港に行く。へぇ、本当に空港かどうか分かんねえからな。ちょっと FPS なのかな。自分は背中が見えてるパターンでいいんだよね。 GTA っていうのはただ銃撃戦の FPS なんじゃないこれ。空港、なんだっけ、ロシア人だ殺せみたいなやつ、なんだっけ。テロリスト、テロリスト、あれ、後ろ姿見えてました。コールオブデューティー、あ、そう。じゃあ三人称視点ではあると。じゃあ TPS 視点ね。モダンオフェアいくつなんだ ?2? わかんないよ、これ見えないかもしんないよ。モダンオフェア2ね。これかな。あれも空港の印象としてはすごい強かった気がするね。空港襲撃。ただそこに向かう途中、空港に向かう途中ってどうだったっけね。本当に GTA4 だと人を殴れるし、クロノットレール。あ、そう。で、空港。これもうちょっと空港ついちゃってんじゃん、これ。他の人のメンバーの背中が見えてるだけとかないよね。新しい、ここまで新しいゲームになると、ちょっと俺たちにはあんまり適任ではないような気がするな。海賊行動でした。あ、そう。
ケイン&リンチじゃないよな、まさか。物騒なゲームですな。でも見た目変えらんねえしな。ちょっと俺大好きなゲームなんだけどな、ケイン&リンチ。俺ほどケイン&リンチ一作目をあんやった人は知ら聞いたことないよ。ゲームとしては嫌いっていう人は非常に多いけど、日本では若干規制かかってんだよね、これね。PS3 の相談もあるのか。そうですね。服装は私服でした。これは違います。私服。最初。私服。私服だと思うけど、この人たち。あれ？多分この人スーツ着てるような気がする。私服だな。嫌だな。困ったな。ケイン&リンチは最初じゃないにしろ、どっかに向かうっていう、銃撃戦を避けながら向かうっていうのがあるはずなんだよな。ハゲてた？見た目のエディットないんだよな、でも。見た目のエディットはないです。2はあるけど、1があった。テロ起こすゲーム？いやー、ちょっと見てもらおうか、じゃあ。各自で読んでください、それは。ペイデイは自由度低いしな。ペイデイは銀行強盗だっけ？ヒットマン。ヒットマンだったらハゲっていう情報欲しいな。黒服みたいな。私服じゃねえけど、これ。このゲームやべえんだよ、マジで。出来超悪いから。変えてました。テロを起こしたりはないです。髪は、え？髪は、は、普通と。え？妖芸ではないのか。空港に向かう。そんなゲームねえんだよな。あ、ありえるな。うそん。プレステ3は空港の持ち物検査に引っかかりますかって書いてる。そういうことじゃね。アリエール、違う。空港ってさ、優雅しくってのはタクシーで行くんや。あれ、でも銃撃戦を避けてってことはないよね。マフィア。優雅しくって銃あるの。マフィア2、3出たっけ、もうあれ。マフィア。俺の嫌な予感がどんどん的中していくな、これ。てか、どこでどうやってプレイしたんだろう。最初からちゃんとプレイしたのかな。体験版で、とか人がプレイしてんの見ただけとか、で、最初からやってない可能性があるとちょっと難しいんだよね。滑走路の見えるフェンスのある場所。はぁ、じゃあ空港なのかな。これ情報集まってるけど、ほとんど使いようがないんだよな、これ。引っかからないんだよな、これじゃ。もうちょっとなんか他に記憶がないとちょっと。お何をくれた？マフィアかな？あ、そっか、ゴッドファーザーか。マフィア調べちゃって、俺、なんか俺の中で一つになってたの。一作目どうしてもハマれなかったんだよ、これ。ゲーム屋で遊びましたが、私有代とはちょっと違うかも。え？その手があったか。どういうこと？どういうこと？どういう状況で遊んだのかわかんねえ。シナリオ上空港に向かう。パート1の動画だが、なんか私服なのかな、これ。男たちの会話シーン。店でやるとなると最初から製品版をやってない可能性もあるからな。体験版の可能性？体験版とかね、デモ版とかって可能性はある。ムグスゴグズとか。え？マジかよ。ゴッドファーザー 2! なんだよ、それ。よく思い出したなぁ。これ昔の話だよね、ゴッドファーザーって。若干古い話だよね、これ。ハゲてんじゃねえか、主人公。ずる向けてんじゃんか。エディットなくねえ、これ。エディットどこでしてんのかな。キャラエディットはどこでしてんだよ。キャラエディットは、これはどこでキャラエディットしてんの。禁止法時代。一作目戦そんな話だったよね。
パチパチパチ。カンナバロって誰だよ。11歳か。エディットできると思うけどな、ゴッドファーザーだったら。空港に向かうのか、この後。飛んじゃってるけど。テレビがあって、それぞれゲームがあって、自由に遊べるちょっと変わったスタイルだったんです。へえ、じゃあそれゲームじゃなくてゲームショー的なことか。ゴッドファーザー2、みなつきさんでいいかな。ちゃんと動画も持ってきたし、みなつきさん。正解です。エディット可能ってウィキペディアに書いてある。これ何なんだろうね、この動画ね。パート1なのにもうエディットが終わった後から始めてんのかな。なんか評判は良かったんだけどね、お金の巻き上げ方がちょっと特殊だったりとか、自分の縄張りの店からはなんかこう家賃じゃねえな、諸話代みたいなのもらっていくゲームで、それを締め付けが厳しかったり、厳しく設定したりできる。10分制限してるパターンもある。おー、なんとも言えない感じだなこれ。でもこれ30分やっててまだ空港に行ってないから、どうやってプレイしてたんだろうね。オート地代やアートパー券買ってくれよ。いや、なんだろうな、あのね、あ、そうなんだ。へえ、そっかそっか。そういうの聞いた方が、そういう場合は新しいゲームを遊ばせる場合が多いから。へえ、そっか。時期が絞れたかもね。先にそういうことを聞いてた方が。ゴッドファーザー2でした。ありがとうございました。そうなぁ。プレイしてたとしてもちょっと店で遊んでるって難しいな、やっぱな。ゲーセンのゲームとはまた訳が違うから。どこから遊んでるかもわからんし。はい、じゃあ、四つ葉さんお疲れ。いや、ちょっと四つ葉さんの依頼はちょっと難しいな、これからは。受けるのは。あんま受けたくねえな。予約も何も終わったんで、湯豆腐さんどうしようかな。湯豆腐さんってどういう案件だったっけな、ちょっとこれめんどくさいな、調べんのが。これからちょっとあれか。ありがとうございました。はい、戻った。どこ行ってたんだよ。どこ行ってたんだよ、お前。じゃあ、湯豆腐さんやるか。あと1分半か。延長してねえな。でも延長しちゃおうか。延長しました。はい。せっかくめんどくせえからな。みんなに枠を移ってもらうのはめんどくさい。延長中。はい。タムさん、ありがとう。さあ。いや、コメントを白くしたって。あ、そういうことか。すみません。戻しました。じゃあ、わからんわ。延長中。はい、あずか悪い、書いてねえや。まあいいわ、スリーピングドックスも見てもらったな。スリーピングドックス似てるっつよな。じゃあやるか。あれ、なんか放送止まってね。大丈夫だ。たま、じゃあ湯豆腐さんやろうか。あの、これからは、嫌をつけたままの人は、もう連続、あの、何個も何個も依頼は受けません。意外と立ちが悪いことが多いので。それはこちら側のルールとか都合上、ちょっとご了承ください。あの、もう追い出せないから、そういう人って。邪魔でも。やべえやつでもね。だからもう嫌やの人はもう、一回。そういえば、ボッチドーグスに発売しましたね。気になる。あ、もうしたんだ。そっか。ルールと都合と現金や。そうだね。お金送れるんだったら別に何度も受けますよ。それとも解決した時にいくらか決まるけど。簡単な依頼などないからな。これなんだっけ？ゲーメスとの広告で見たけど。あったね。ダンシングアイというゲームです。広告はちなみにこういう絵でしたね。江口久志みたいな絵。ちっちゃいからわかんないと思うけど。雪だるまの中にサンタさん入ってたのか。そういうことか。そうそう、これこれね、懐かしい。結構印象にはあったけど、あまり見かけないゲームだったよな。こういうことは多分人生で3回ぐらいしかやってない。はい、アンドレさんよろしく。じゃあ湯豆腐さんは字を赤くして。プレイ時は小3くらい。現在22、ジャンルは車。
超車かい。今までで簡単な依頼だと思うんですけどね、難航したことが腐るほどあるから、もうその言葉は信じません。車ってどういうこと？車にもいろいろあるんだ。レースもあるし、ドライブもあるし、バトルもある。カーアクションというのもある。小3ぐらいから。車じゃ雑、ちょっと雑すぎるよ、これ。プレイ、小3、現在22。若いなぁ。リッチレイサー、とりあえず、湯豆腐さんは他の人のコメントを拾わないでお願いします。僕との対話メインで。何者なんだ、これ。首都高バトル。おぉ。プレステとプレステ2になると相当膨大になるけど。どっちなんだろうね。小学校3年でその2つがわからないってのはきついよ。どっちや絞れないじゃねえか、それじゃあ。レースした記憶はない。レースした記憶がない。チョロキューはレース しないでも遊べるゲームなの？小学校3年ぐらいがやるやつでタイプ S とかはねえだろうからな。F12001 みたいなのとかないだろうから。パネキットレースじゃねえだろ。レースせずに何したか教えてもらおうか、じゃあ。確かに、それだな。何をして遊んだんだろう。バトルみたいなこと？クラッシュバンディクレーシングみたいな。飛ばす、ああ、レースじゃねえな。レースゲームじゃないじゃん、じゃあ。レースゲームだと思うということが出てこないと。誰だ、お前。気持ち悪いな、これ。どういうこと、これ。車がなんか飛んだり転がったりしてました。転がる？ツイステッドメタルかな。でもプレステ2版は日本では出てないぞ。俺持ってはいるけど。コンボイ司令官かな。それは崖から転げ落ちるだけだろ。ゲームとして転がんないだろあれって。スタントマン。あー、あれ転がるかな。スタントマンあるね。見てもらおうか、じゃあ、スタントマンから見てもらおうかな。リンバックで流れてる映像はアーケード版。これアーケード版しかないよ。デストラクションダービー、両手新時期640。デストラクションダービー、あんま転がる要素がなかった気するけど、転がるってことを大事にしすぎ、俺は。ちょっと、湯豆腐さん信頼しすぎかな。これ何の動画だよ。わかりづれえな。車を使ってジャンプ台を飛んだり、なんかこう、この隙間を通れみたいなのを実行していくゲームで、カスタムで竹槍みたいなのがさせた。戦いもんだね。いやー、それはちょっと意味が違うな。もうちょっと日本語をうまく解釈してほしい。いや、武器じゃねえか？いや、そんなのない。クレータクそんなねえから。カスタマイズができるとなると結構減ってくるよな。で、このデストラクションダービーの動画がもう汗ひがぶっちゃぐちゃだからもう見ない。GT3 そんなんないよね。あ、トゲが実装できるレースゲームあったな。レースゲームじゃないけど、バトルモンだったと思うけど。ブラストドーザーそういうゲームじゃなくねえか。そういうゲームなの？竹槍とか、竹槍ってそういう意味の竹槍なのかな。湯豆腐さんが若いとわかんねえな。あ、22か。じゃあ竹槍って意味違うな、きっと。俺たちの知ってる竹槍は、あれ、なんつうのあれ。あれとは違うよね。そういうんじゃないよね。武器だと、ビジュアルで言うとも、多少視野に入る。転がることはあったけど、トレーラーってことだ。流れてる？いや、デストラクションダービー2。ちょっと忙しい時はあんまそういう質問しないでくれる？いやー、転がるのはあるっちゃあるけど、もうちょっと出そうか。じゃああれじゃん。誰か言ってたよね、今ね。なんたらキングって書いてなかったっけ？ああ、属者キング。だってないよね、そんな他にね。あのゲームってあんのかな、逆に。なんだっけ、あれ。プレステ2のさ、属者とか若干作れる。レース、普通のレースゲーム。最速属者キング。ローライダー、PS2。ローライダーはそういうのはな、あるっちゃあるな。でも、転がんねえからな、ローライダー別に。ごめん、ちょっと、勝呂さんちょっと邪魔だな。うるせえな。これじゃねえ？すまぬ。ちょっとマジで。いいんか、いいんか。これはええのか？ちょっとうるせえな。
依頼お願いします。ブレーキを引きつつ変なさん、はい、あ、こうやって持つのが縁が一番これじゃね。このゲームはそういうのを売りにしたゲームなんで。湯豆腐早く。クラウン、クラウン俺好き。お前しか答え知んねえんだから。錦、錦って思う。お前まさかやってないのこれ。ハコスカプレイはしてない。こんなゲームあんのかよ。シンプルシリーズです。なんか違います。なんかってなんだよ。どこまで見せりゃいいんだよ。じゃあ一応竹槍マフラーあるみたいだけど違う気がする。レーシングラグ、レーシングラグ転がらないよね多分ね。このゲームでも転がらない気がするな。いや、さっき見てもらったけど何の一言も反応なかったからもうスルーしました。これめっちゃラグ。だからそんな竹槍とかつけられないし、デスクラクションダービーそんなカスタマイズせんねえし。これいきますわ。ちょっとこう若干こうダドリ上がる感じにして。へぇー、あいつやっぱり接近してるやん。そっちかい。それだったらこれじゃねえ。抜かれてるやん、知らんまに。もうちょっとくれよ、なんか特徴よ。お前の、お前のあれが記憶が足んねえんだよ、これ。そうなんだよな。じゃあ何をしたの？ローライダーなのかな、じゃあ。竹槍あったかな？で、ありそうなんだよな。いろんな、うるせえな、お前。てか、これの動画だけだとわかんねえな。ヘアピンカーブだな、これ。全然邪魔だったな。急移動型じゃなくて、全方向移動型とか、わら。ゲームだけじゃなく、実況者もええなのに。それだけ結構ロックな雰囲気。対戦は確かにしたんですが、レースした記憶が全然ないんです。対戦はしたけど、レースした記憶がない。じゃあ何をしたのか聞いてんだよ。オフロードサンダーさん。何をしたか聞いてんだけど。レースしたんじゃないんだったら何をしたのよ。どういうことよ。もうそしたらローライダーしかないぞ。散々うるせえなって言ってたらローライダーしかねえんだよ。お前がレースした記憶がないんだったら何の記憶があるかを言えばいいんだよ。もうめんどくさいな。ぴょんぴょんした記憶。あ、じゃあローライダーじゃん。ちょっともうちょっと思い出そうよ。こんなゲーム他にないんだからさ。車でぴょんぴょんするのこれだけだよ。ローライダー転がんないよ。でもこれすげえちょっとこれ迷惑だ。この動画ジャンプなくね。04ジャンプってどうなの。ほんでお前これじゃなかったらほんとマジぶん殴るぞ。お前マジでよ。これ次の動画の目玉なんだぞお前。冗談じゃねえぞてめえ。ざっけんじゃねえぞお前。ネタバレさせてんじゃねえよ。これで違ったらほんとお前ほんとぶっ飛ばすぞお前。目玉の一番の目玉じゃないが。ネタバレ良くない。わら。うわ。本当に。お前、全然違うじゃん。転がんないじゃん。ローライダーじゃねえか、しかもよ。はぁ、腹立たしい。もうお前、禁止な。お前、禁止だから。いやよ、お前今ちょっと家取れ。お前今家取れ。家取りたくないんだったらお前はもう絶対に禁止だから。お前名前変えてくんじゃねえぞ。ほんでおいお前家取れや。んで家お前湯豆腐ってつけろや。夜の大黒パじゃないの。マジでもうマジでやってくれたよこいつ。なんでこんなに跳ねているの。マジでこれ現実にあるんですよこういう車が。本当にこれ動画にしたくないな。この今回これついてねえ。わらわら。本当に申し訳ない。本当にお前でもいやいや取れないんだろ。お前一生湯豆腐って名前にしろよ。その代わりお前は一生もう枠もう依頼は受けさせん。だから嫌だったんだよ。本当にだから嫌やついてるやつの依頼は嫌だったよ。全然違うじゃねえかよ。だからよ
ごい私の知らない世界だ。本当によー、もう本当に商売のちょっとこれな、営業妨害だわこれ。私もできんですか。本当によー、盛り上がってますね。だから嫌なんだよマジで。次なんでこの色買えますね。なんなんだよ、商売だっていうタイプの車だな。商売上がったり、商売ちょっと商売もう営業妨害だわマジで。まあいいや、別にそんなに誰も見てねえからな。まあな、俺が動画作るまでにそのローライダーのなんか扱った動画とかアップしたやつ本当に見つけたらもうよ、ちょっと報告してね。湯豆腐どこ行ったんだろうんだよ。おい、どこ行ったんだよ。右の設定タブで確認できますよ。いやよ、何の話だよ。そこまで嫌々にしたい理由は何なんだ。嫌々取り方わかんねえのかな。いや、多分分かってて嫌々つけてんだろ。多分なんかまあ嫌々取ったら許してじゃねえよ。あの、許しませんから。だから嫌だっつってたんだよ。はぁ。いやー困ったな。さっさと動画作ればよかったな。あのね、録画までしてます。もう録画も済んでおります。お前、湯豆腐いくらか払えよ、お前。嫌よ、取んなくていいから。それも嫌なんだろ。だから嫌なんだよ、嫌ついてるやつ。嫌ついてるやつはもう、俺からはどうしようもないじゃん、そんなめんどくさい。どっか、何、ちゃんと、運営につ、言うほどのもんでもないしさ。運営、それは知らん、お前の都合だろってなるからさ。はぁ、マジで来たな、これ。どうしようかな。マジで。どうしよう。湯豆腐、マジでお前はもう小手半を変えんじゃねえよ。嫌のままでもいいから。いやー困ったなぁ。いやーこれマジでちょっと困ったなぁ。いや、本当に困った。エナさんごめん、ちょっと待って。とろける湯豆腐は作れるぞ。いや、マジどうしよう。もうやめて、嫌の人、ほんと。やめてくれあの、本当に嫌よだったら、もうね、迷惑かけてくれればいい。普通に俺の、だから放送を邪魔してくれるんだったら、ちゃんと通報できるからいいんだけど、これは別にできねえじゃん。きついな、本当に。これは別にな、なんか営業妨害ではあるがっていう話で。こっちの都合だがただの。俺どうすりゃいいんだっけ、今なんかもうわからなくなっちゃった。何すりゃいいんだっけ。とか、次の人に向けてちょっと作んなきゃいけない。嫌だな、ちょっと今日。嫌だったんだよ、もう。四つ葉さんの段階で嫌だった。受けたくないんだよ、もう。若者の依頼は嫌なんだよ。若者の依頼はちょっと嫌だ、もう。いやあ、ごめん、許せはしない。許しはしないよ。許すのはもう無理です。許すっていうのはないです。申し訳ないけど。許さない代わりにもう受けません、依頼は。12年前のレースゲーム、雰囲気がミッドナイトクラブロサンゼルスに似てる。依頼不可能と。はい。ありがとうね。まあ、見てるだけにしてくれ。困ったな。俺が別に言わなきゃいいだけの話なんだけど、でもそういう問題じゃねえじゃん。あ、これ依頼で ありましたよねって。あの依頼の時に思い出したんですよねとか言われたら、本当に、どうすりゃいいの俺。マジで。じゃあ俺もう、録画が済んださ、動画見せるから。ちょっとショックだよ。俺次の動画3つだけ録画が終わっててさ、困ったな。どうすりゃいいんだよ俺。じゃあどうすりゃいいんだよ。どうすりゃいいんだよ。俺どうすりゃいいの俺。わかんねえよもう。俺もうだってなんかやっぱり今ので思い出したんですよねとか言われたら本当にもう一生動画作る気なくなるわ。マジ、俺のモチベーションが保てる気しないわもうそうなったら。あれで、あの枠で出た時に思い出したんですよねって、このゲーム。誰だっけ嫌い。エナさんな。困ったなぁ。俺モチベーション、お金ももらってねえのにモチベーション保つのが本当に精一杯なんだよ、今。もう俺、もうモチベーションを保つために、もういろんなこと、大変なんだよ、本当に。誰も金くんねえしよ。はぁ、どうしよう。はぁ、困ったこれ。どうすりゃいいんだ。はみまいさん。よろしく。いやー、ローライダーはちょっと一個前の動画にはちょっと、なぜ避けたかっていうと、やっぱちょっと、次の動画はちょっとね、あー、どうしよう。あー、どうしよう。
はぁ、あ、どうしよう。あとでじゃあ動画見せるから、もう撮ってるんですよっていうのをね。綺麗なやつを。見せるんで、つか今見せるわ、もうじゃあ。どうしよう。はぁ、あ、どうしよう。どこにあるかな、こっちかな。証拠があれば大丈夫。いや、もう嫌だ。俺なんかそういうのでモチベーション下げたくねえんだよ。超迷惑だ、マジで。ふざけんなよ、マジで。動画。いいよ、これさ、もっとお金もらえるんだったらいかでもやるよ。でもこんなんで、ほんとマジで。モチベーション下げたくねえんだよ、ほんとに。少々お待ちを。ほんとに。ちょっとマジで。もう自分の中で納得するのにちょっと大変なんだけど、マジで。エナさん、ちょっと待って、マジ頼むから。よかったら他の手がかりをまとめてるから。まとめてて裏で。一応これがローライダーなんですけど。ああ、ちょっと待って、今もう書かないで。ほらね、もう撮ってるんですよ。とりあえず謝っときます。すいませんでした。もうやめて。もう依頼はもう受けないで。四つ葉さんも。もう分かったから。もう本当に困った時だけして。だって買わないでしょ、別にセインツロー2じゃねえや。まあ。まあ、ここから動画が作られるということは分かってくれ。どこだろうな。これね、一応ね、1時間4分撮ってます。動画はね。で、俺が左側ですね。なんかこういう、ああもう、マジ湯豆腐。マジ湯豆腐。おめえ、マジ。こっち出ちゃったじゃんか。ね、ちょっと待ってね。ちょっと皆さん、ちょっと一瞬黙って。マジ湯豆腐、わら。湯豆腐事件。嫌な事件だったね。心が折れとる。いい感じに温まった。はい、オッケーでーす。いやー、辛いな、本当に。マジで、俺より辛いわけねえよ、お前の方がよ。湯豆腐が辛いのの100倍俺辛いわ、マジで。どうするこれ。どうしよう、これ。もう本当にもう動画を作るのってすげえ大変でさ、モチベーションを保つのに、本当命削ってんだ。すーあー、どうしよう。知らなくていいです。じゃあ、エナさん、ちょっと待ってね。俺、エナさんのちょっと過去のあれから見るか。ゲーセンね。あー、ちょっと目かすんでくるわ。ほんとに。やったな、これ。いや、マジで、お前探してんじゃねえよ、そんなゲームをよ。おめえ知らなくていいんだよ、そんなゲームをよ。車は日本車が主、カスタムもできる、アンダーネオンなど。はい。どうした。あー、ごめんごめん。ゲーセンなのにカスタムできんの？何ダメ事件。レースゲーム。カスタムが可能なレースゲーム。ミッドナイトクラブ、ロサンゼルスに似てる。インディー？いや、インディーってそんなことできんの？ちょっとマジ、ちょっと俺、体調おかしくなってきて。やばい。なんか寒気がすげえ勢いでしてきた。いや、無理、そういうんじゃない。そういうんじゃない。俺、ゲーム探しながらやってて、一番今、ゾッとしてるわ、なんか。やーべえ。いやー、困ったな、マジ。熱出てきたな、これ。レース中、建物を破壊できる。CPU のガリが異常に強い。どういうこと？ガリって何？じゃ専門用語かな。ほう。これ新しいんでしょ、意外と。10年、12年前か。困っちゃったなぁ、マジで。どうしようかなぁ。マジやべぇ。どうしよう、これ。湯豆腐からいくらもらえばいいと思う。怖えよー。これ、イライラだな、マジで。割と冗談じゃなくて。はぁ、あ。だって、ローライダー多分安いし。10年前だとゲーセンにいたが車ゲーなんて少なかったぞ。ガリタイあたり。なぜか年齢の後に機種って書いてあるな。ああ、ごめん。もう、どこだ？あ、ん？プレイ年齢は、ほんとだ。機種。はい。
あ、5万もらえたらまあいいかな、どうかな。まあ別にいいんだけどね。俺のモチベーション的な問題があるぞこれ。あー、やばい。やべ、全身に汗をかいてきた。愚痴クラブのシリーズかね。 GTI クラブ、そんなにあるんだあれって。10年前ってゲーセンならバトルギアかスリルドライブ。スリルドライブ、あー、それぐらいでいいかもしれないね。うん、1割もらえばいいかな。バトルギアはもっと前やで。そうだね。だってプレステ2でバトルギア2出てるしね。さあ、ここまで来て車の記憶媒体がなく、1クレ入れて10キーで記憶、あー、なんかそういうやつなんだ。バトルギア2、そんなゲームなの。対等。バトルギアはオープニングがうるさい。そう。あ、そう。バトルギア2、ごめん、ちょっと頼むから、タイトルいいから動画持ってこいよ。無理だ俺、ちょっとマジでやばい。どうしよう、ちょっと待って。なんでなの、なんでなのこれ。部屋の温度が急に上がってきた気がするんだけど。あれ、閉店後のゲーセンに鳴り響く歌。人がいない中で目立つ感じなんだな。車は日本車がメインで。建物破壊はないからな。建物破壊か。URL 省略。はい。ようつべ GV1 特物分ま、マキシマムヒート。マキシマムヒート。ナムコのレースゲームがパスワード採用してるみたいですね。なんかわけわかんないページ持ってこられたけど。マキシマムヒートは2011年なんで、もっと前のやつかも。もっと前でいいんです。さ、その時期に発売したものとかじゃなくて、だってゲーセンって長く置いてあったりするから、これ動画ね、なんか、あ、ほんとだ、これだ、マキシマムヒートっぽいね。パスワード用のボタンがあった。あ、ありがとう、ガランさん。ガランさんじゃ正解でいいからもう。そう、なんか、あの、パスワード用のなんか、点キーみたいなのがついてるね。プレイした設置店舗がイミグランテ。イミグランテ。挙動がリアルより湾岸はリアルじゃないんだ。ゲームしてる。なんかこれメガネつけろって言ってるよ。で、なんかいい、なんだろうこれ。うちは映像じゃないの持ってきてきたわら。そうねー。ここはちょっと映像じゃないやつは持ってこないでほしい。それは最終手段というか、筐体を見ないとわかんないとかだったら。なんか髪型とか設定してるけど、どうなのこれ。あ、そう。数字は、点キーで暗証番号入れるんでしょ。暗証番号、点キーで入れる。ってことは、これ以外にもあるってことか。なんかメガネをかけるみたいなの書いてあるけど。でもなんかいろいろ破壊できるっぽいね、これ。破壊できてゲームした挙動で、カスタムができる。車でかくね？敵の車でかくね？だからめっちゃめちゃ破壊してるけど。どうなんです？こんなゲームでしたか？このシリーズがなんかあんのかな？一個じゃないような、筐体は、筐体はいろいろなんか作る気がするんだけど。一個のゲームで、コナミ系の一部のゲームについているパスワード入力ボタンも似ているって書いてあるよ。ってことはナムコ、これはナムコ？これはナムコだけど、一部のについているパスワード入力ボタンに似ている。コナミのやつも、点キーがあって入力できるものがあるらしい。ふぅ、ゲーセン？なんかブラウザ系とか本当に出てくるなぁ。あ、カスタム、うん？カスタム。なんかワイド画面だな。これいつのゲームだろう。最新のゲームなのこれ。ちょっと待ってね。このゲームだとして、今見てるゲームだとした場合は何を見ればわかるんだろう。ミッドナイトクラブロサンゼルスはちょっとあんま雰囲気いじねえけどな。ニトロボタンがある。レース中建物を破壊できる CPU の代わりが非常に強い。なんかこのゲームっぽいけど違うんだな。このなんか画面の下になんか、後続者のあれが見えるけど、どうですか。お？カスタマイズしてるよ。なんか。
あ、いや、ボンネットだけか。バンダイナムコゲームズマキシマムヒート。ワンガン2、ワンガン2。似たゲームなのか。ちょっと延長しよう。延長しました。順番待ちの人いなかったっけ、それは。でもこれやっぱメガネしろって言ってるからやっぱ違うんだな。はい。もうちょっと延長しちゃった。コナミ系の天気。あ、ほんと。海外版はシフトレバーがついてる。ほう。コナミの天キーがついたレースゲームは新しいやつはあるっちゃあるけど。ただ雰囲気的にはすごく近いです。でもなんか違うんでしょ何かが違うんでしょ。なんかワイド画面っぽいね。へえ、まあ、ゲーセンは早かったのかな、ワイドになるのって。天キーが除外されるな。うん。マキシマムヒート以降、誰も何も持ってきません。ちょっとこれむずいな。コナミレースゲーム。クワブインプが出てるんで結構最近のものかと。はあ、わかる人にわかるんだな、なんか。じゃあ、12年前っていうのは間違いないのね。12年、その車は12年前なのね。のものなのね。さすがに。そうね。これどっちかというとバーンアウトっぽいもんな、ゲームとしては。雰囲気は。中学校時代に先輩とやったので10、12年前は確実です。バトルギア4。本当に？中学校時代に先輩とやったので、そっか。ちょっと動画持ってきてくれる？コナミコマンドとか出るんだけど、マジで。ブグ4は記憶媒体が鍵なので違うかと。あ、鍵、あ、鍵。鍵を買うんだ。レースゲーは、エナさんはすごい詳しいんだね。かっこいいね、そのシステム。そうね、鍵だ、鍵あったよね。ちょっと待って、なんか出てこねえな。ダメだ。鍵500円したけどね。やっぱそのカード的な問題なんだね、あれはね。ゲーセンで、まあ、格ゲーのデータ記憶するカードみたいな。僕も結構好きだった。バトルギアは意外となんか見栄えが良いっていうか、地味ながらに面白い感じがあったけど。アシャさんいらっしゃい。うわー、ダメだ。出てこねえなと思うと、俺画像検索してるからダメだ、これ。なんか、ダメだ。いや、画像検索はしたのそんなに前からじゃないよ。カードがない。いや、だからそういうのがなくて、その代わりに点キーでパスワードを入力するタイプだったっていうあれでしょ？ちょっと待ってくれ。でも、コナミがっていうの書いてある。さっきさっき動画じゃないやつ持ってきましたって、メルさんが言ってて、それには、コナミも対応してる天気システムって書いてあるんだよね。カードなしで筐体にパスワード入力です。コナミ系の一部のゲームについているパスワード入力ボタンにも似ていると。いうことをパスワード入力ボタンっていうのがこの点キーのシステムで書いてあるんだけど。GTI クラブ。はぁ。おぉ、動画がないんだ。動画が見つからないパターン？画面見りゃわかんのかな。まあ、車好きだとわかんのか。これが今 GTI クラブスーペー
なんたらフェスタってやつ。でもこれは全然違うからな。ミッドナイトクラブとはちょっと違うよな。スポーツカーしマシマシって感じ。 GTI クラブってずっとこんな感じじゃん。なんかちょっとなんつうんだろうね、なんかあんまスピード感とかそういうのない。失礼します。おありがとうございます。コテハンをぜひつけてください。それが正解の場合名前を残しますんで。今もらったのはこっちと。そうなんです。これはね、それでもつまんないわけじゃないんだよ。そういうゲームなんだよ。ジョロキューみたいな感じだな。そう、コテハンの付け方はアットマークの後ろに名前を書いてコメントです。はい、その通り。ファスト&フューリアスっていうのは GTA5 短編映画っていうのが出てくるけど、それ以外だとゲーセン PSP とかにあるな。あー、じゃあ GTI 邪魔だね。テンキーの記憶がなんか他のゲームとかぶってるとか混ざってるとかない。やっぱり最初に見てもらったやつがテンキーだし、破壊感はあるって意味では近いような気もするけどね。記憶とね、建物の破壊っていうのはむずいよな。まあ下手な子供らしい走り方だな。熱さんがくれたやつが今見てるやつか。あんまり破壊していく感じのゲームっぽくないね。対等。ファスト&ザーク、これは対等では出てこねえな。出てきた。あった。見てもらおうか。台東のあれじゃないですかって言われてるやつ。あ、天気、天気。この天気の感じどう？ちょっと他さっきとは違う。なんか白地に黒の字で書いてるけど。あ、湾岸ミッドナイトっぽい。じゃ、っぽいな、なんか。色全然違うけど。電話確かに。ウィリーしてるけど。ボイボイ、さあどうなんでしょう。えなさんどう。これです。おお、びっくりマーク多いけどこれですが来ちゃった。パチ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 来たじゃん。ちょっとコテハンつけてもらわないと。さっきの人あれじゃねえすか。スーパーカニ道楽、さすがスーパーなだけあるわ。そりゃ道楽だわ。パチパチパチ、やべえ、スーパーカニ道楽。なんでカニすら出れんだよ。カニってどういうあれだ。あ、ひらがなだ。カニ道楽やるな。はー、スーパー伊達じゃねえよ。じゃあこれ言われるほど、これキャラの実写たまんねえな。はい、来た。復活しました。なんかカクカクしてんな放送。どうした、俺のせいじゃないぞこれさすがに。ワイルドスピードのあれなゲーム化なのか。めっちゃウィリしてるけど、ね、クレタクみてえだな。加速でウィリ、声だけ。え、動いてるでしょもう。みんな更新してじゃんと。止まった場合更新して、俺のせいじゃねえから。そう言ってもわかんねえか。あ、声だけ聞こえてんだよ。戻ってます。動いてます。ちゃんと皆さんもトマト場合更新してくださいね。いや、これはまあ無理だろう。エナさんはレースゲーム結構好きでいろいろやってる方っぽいので、まあ探してみてください。出回りは非常に、だってネットに情報あんまないもん、これ。そんなわけで、湯豆腐さんのやつどうしようか、これ。これはちょっと、点点点にします。申し訳ないけど。嫌な予感が的中したな、ほんと。思い出しちゃったじゃん、これ。マジちょっと、どうやって償ってもらうか、ほんとわかんねえ。俺にはもうわからない。俺の手には負えねえわ。俺のモチベーションを上げるにはどうすりゃいいんだろうね。ほんとに。意味がわかんない、ほんと。意味わかんない。
いやまあ頑張って作るわ。どうしよう、大丈夫だろ大丈夫だろ。いや正直言って俺今回何が目玉なんだろう。ピョンピョン跳ねてますね。ちょっとわかんないよ。設置あったらやりたいな。うん、車が爆中したような。そうだね。なんか一応なんかなんつうんだろうね、俺のモチベ探し枠。俺のモチベーションはお金じゃないからな、意外とな。ワイルドスピードってこういう映画だっけ。ワイルドスピードってこういう映画じゃないよ。ハゲ、つるっぱげの人とか出てこなかったっけ。人は、だから最初のさ、だからスタートシーンが実写なのが面白いんだよな。ここじゃねえ、ここじゃねえ。ここじゃねえ。ここ。国税版 PSP で出てるのとは違うのかな。そう、なんか PSP っていうのが出てきたけど、もしかしたらそれなのかもしんないね。さっきだからゲーセン版じゃなくて PSP 版っていうのが出てきたから、同じタイトルでね。でも海外だったらワイルドスピードってタイトルで出すような気がするんだよな。てかね。あ、見たことある。マジで、マジで。ちょっと PSP を見てみようぜ。いやがましいなぁ。怒られっかな。ちっちゃいな、画面が。あ、なんか嫌だな。あら、でもなんかちょっと似てねえ。スタートシーンねえかな。ちょっと違うな、ちょっと違うな。アマゾンにもしかしたら売ってっかもしんないから調べてみて、ちょっと。でもちょっと違うような気がするね。ちょっと違うような気がするんだ、なんか。目的地に向かってる感あるな、これ。わかりません。GTI じゃなかったね。マクシマムヒートも書いてこないと、これ。やっぱ URL コピったのにまたコピっちゃったよ。で、違う。これか。オープンワールドっぽいですね。わら。ね。ミッドナイトクラブが近いのかな。これ、ダンシングアイかな。ダンシング、違うわ。はい、そんなわけで、ちょっと多少混乱しましたが、もう忘れよう。あのことは。俺、コナミかと思ったけど違ったな。PSP。PSP。PSP 版の、なんたらかんたらは4000円で売ってますね。でもなんか違う、あれ？カタカナ書いてあるのこれ。なんで？でもなんかティーンって書いてあるから、日本じゃねえぞ、バンナム。バンナムはメーカーも違うじゃねえか。台頭、ゲーセン版台頭だよね。ちょっと邪魔なんだけど、これ。ファースト&フュリアス。って書いてあるけど、カタカナで。なんでなんだろう。なんでなんだろう、これ。なんだ？ちょっと、メーカー、台頭って今どこにいるんだっけ？どっか違うメーカーにいたら、スクエニだっけ、あれは。違うゲームなのかな？ちょっとわからん。多分違うゲームっぽいね。変に買わすのもなんなので。スクエニだったかな？じゃあ違うな。こんばんは、セリア。いやいやついてるよ。大丈夫なのかな。北米バンダイナムコゲームスから発売したゲームで、日本国内では未発売となる、未販売となる。舞台は東京で、あ、東京が舞台だからだ。で、ワイルドスピードトリプル X みたいな。東京ドライブ、ドリフトみたいな名前の世界観らしい。そう、さっきついてたよね、でもなんか。これが、ゲーセン版と関係があるかどうかと言われてもやっぱ難しいな。とりあえず、ウィキペディアのページをちょっと教えるけど、URL クソ投げよ、これ。あ、そうでもねえ。ので、えなさんはちょっとそこを見て、これだと思ったらもう買ってみてください。4000円だけど。ワイルドスピード3のゲーム版。ゲーセン版はどうなんだろうね。ゲーセン版がそれと関係があるのかどうかちょっとよくわからない。そんなわけで誰か俺が混乱してる間に依頼があるって言ってる人いなかったっけ？湯豆腐どこ行ったんで。あいつ。あいつマジ。マジ湯豆腐どこ行った？人がたくさん集まると情報のマッチングができて解決につながるな。そうなんですよね。だから人が多いのは非常に助かる。
だからこうロムっていただける人の中にもしかしたらピンときて急に喋ってくれる人もいるから、うん、いいじゃんはいじゃねえよ。俺が言ったことに関する答えを待ってんだよ。ちょっと待てよ。湯豆腐さんが冷えてる。もう完全に湯豆腐じゃなくなっちゃってもう冷え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 だ。誰かさっき湯豆腐さんの混乱の中で誰か依頼したい人がいるっていなかったっけ。依頼不可したよ依頼不可っていうかなんか責任を取っていただきたい責任問題ですからこれ依頼お願いしてもいいですか。ティウルさん、どういうものそれ。冷ややっこに改名ティウルさん、なんかカタカナにならあなったならねえのかと思った。皆さんお体にお気をつけて。はい、お疲れ。3日前もいたような。本当だ、今気づきました。お前さっきつけたよ。レースゲーム、アーケードと PSP は開発違いましたね。あ、やっぱり全然関係ないんだね。じゃあ、エナさん買わなくていいと思う。買わなくていい。その代わりゲーセン版をあのネット上で探して旅をしてくださいおお、マジでちょっとデザートタンクどっか国内にねえかな。ハワイにあるらしいんだよ。所長、本当にあ、はい、もうちょっとよく考えてから依頼してください。まあ、あの四つ葉さんがあのなんだあれ、なんか2、何の2だっけ。マフィア2じゃねえや、マフィアだっけ。あ、ゴッドファーザー2買うんだったら別だけど、別にいらないでしょ。だってごっいらないと思うよ多分。いや本当に、あ、もうあれもう一回やりてえんだっていうやつだけでお願いしたい。多分やりたくて依頼したわけじゃないと思うんだ俺は。まあどうしてもやりたいんですみたいなことはないと思うんだよ。そういうのでお願いしたい別にやるつもりはないっていうんだったらもういいです探さんでいい。PSP がエウテクハン X、アーケードがラウッドハリッツ。あ、全然違う。おう。ちなうらすみません。はい。あー、ファスト&フリオースが映画の現代だった。そう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 。ようでってのは手に入りづらいよね。いやいや、Amazon で今普通に売ってるんで買ってください。もう僕は大体 Amazon で最近は買う。最近でもねえな。結構前から。あの、海外版ちょっと高かったりするけど、日本版があれば1000円以下なのにみたいな、5000円ぐらいすることもあるから。冷ややっこさん、冷えてるやつが来た。はい。あ、ほんと？いいね。よかったよかった。そうやってちょっと旅行するがてらね、お金を落としていくのは大事です。エナさんお疲れ。マメさんいらっしゃい。そして、ティルさんどこ行った？ティルさんじゃあどんどん依頼を。機種、ジャンル、プレイ時、年齢、今の年齢。そしてゲームの特徴、そのゲームの固有の特徴をどんどん言ってってください。はい。買うんかい。ゴッドファーザーはもう2だけでいいです。1つまんねえから。なんでかっていうと、1は、プレステ2とプレステ3の狭間の年代に出てるんで、なんかどっちつかずみたいになっちゃってるんですよね。だから もしかしたらプレステ2版があるんだったらそっちがいい。プレステ2なんだっけ。ティルさん、アーケードでプレイしたのは高校の時、現在26。はい。ゲーセン。縦集じゃねえこと祈ろうぜ。クレイジーは高校。ああ、ちょっとちょ。10円でプレイでたのでちょっと古めだと思います。プレイできた。10円でプレイできた。ジャンルは？ああ、あるね、そういうの。あるね、まあね、場所によるだろうけどね。エイリアン VS うるせえな。ごちゃごちゃうるせえな。駄菓子屋に置いてあるタイプのやつか。4人プレイまでできてアクションでした。どういう横スクロロロロアクションってなんだ、どんなんだ。横スクなのかロックマンみたいなこうシューアクションシューティングじゃないな。4人でできるんだとアクションシューティングかな。ガントレット。ああ、ガントレット。真上から目線なのかな。真上から目線でお化けがいっぱい出てくるみたいな。ああ、とりあえず、ティルさんは僕との対話だけをメインで、他の人の言ったゲーム名をググったりはしないでください。絶対に。このタイトル知ってるとか言うんだったら、それを言ってください、僕に。自分でこの知ってるからググるとか言うのやめて。上から見た画面、これ絵で描いてもらった方がいいかもね。236か。フックはちょっと違う気がするな。フックって4人でできんのかな。あ、できるか、なんか変な子供たちがいっぱいいるんだっけ、あれ。4人までプレイできてアクション。出て。までできて。
上からでもガントレット見てもらうもん、めんどくせえから。めんどくさくなってきて。それで一番覚えているのがパスワードって。ガントレットなんだっけ、レジェンドじゃなくてなんだっけ。ガントレット自体にはないよね。ガントレットでググるとなんかとんでもねえ、あの本当に手にはめるガントレットいっぱい出てくるわ。パスワード。なんだっけあれ、ポリゴンの64で出てるさ、レガシー、ダークレガシーだっけ。あ、ダーク、どっちだろうね。レジェンドかな。ガントレットレジェンドはパスワードがあって若干上からだよね。ゲーセン版を見よっか。パスワードっていうか名前がパスワードになってんだよね。名前3文字で続きからできるようなやつ。あ、それだよ。ちょっと待って。それガントレッドレジェンドちゃうんかいな。じゃあもう64番でいいや。似てるから。ガントレだな。ああ。これは家庭用が出てるので、これ今見てもらってるのが一応そのゲーセンで、名前を3文字でつけて、ちょっと見づらいな画面な。見てください。ガンダムビクトリー並みに見てください。キルさんちょっと見て、これどう。あ、でも名前超長いな。これ3文字ってなんだっけ。これ家庭用とあれが違うのかな。なんか3文字だった気がしたけど。4人でできる。ありがとう。こんな感じでしょ。あ、ネスさんが聞いた。これもしかして、ちげえじゃねえか。もう古い方持ってきちゃダメよ。ゲーセン版のガントレットダークレガシーを持ってきていただいたの。この人なんか変な声してるよ。スチーム版もある。おう。名前をつけるシーン。ロード。あ、下、これ下が名前つけてるけどいっぱいあるね、文字がね。おい初代を持ってきて。お前か。え、3文字のやつあったよね。あれダークレガシーじゃない方、あれレジェンドとダークレガシー、なんかあれ3文字ってあったよね。これはコンシューマー版だから長いとかじゃないよね。なあ、なんか3文字だった気がするんだ俺も。でもこんなゲームだよね。このゲームやった人意外とこの探し枠で来るな。ガントレット、あれ3文字のやつあったよな。あ、いやー、どこだろう。過去にで、うん、プレステ2版もあるけど、でもこんな感じでいいんだよね、いいんだよね。ちょっと俺パスワードがどうかって書いてある。やべえ、なんか本格的に体調悪くなっちゃった。やべえ、なんかやばい、風邪ひく、こんな感じです。風邪をひく前夜っていう感じ。レジェンド、ダークレガシー用法、アーケード版は3文字ネームだった記憶が。そうだよね、なんかちょっと違うよね。なんでこれ蓋開けちゃった。コンパネ開けちゃった。あ、3文字だ。ありがとうヘムスリーさん、ありがとう。ヘルムスリーさんだった。これが3文字で4人でできて、ガントレット、明るいな画面が。これはレジェンドだね。うん。冷やさないようにして、ほんのちょっとだけ飲んで寝るといいよ。そう？お酒全く飲めないのに？これです。おい！ガントレットレジェンドアーケード版だそうです。パチパチパチ。はい。パチ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 。いやー、これに関してはコンシューマー版があるような。どうなの、64版が一応これのあれなんだね。パチパチパチ。64があります。ガントレットレジェンドでグーってガントレットレジェンド。カゼノさんいらっしゃい。64にガントレットレジェンドが出ておりますね。はい、ドリキャスもあるっぽいです。ドリキャスもあるね。ガン、はい、いらっしゃい。ガントレット、いやいいよ別にパチパチだけで、俺からはわかる。ガントレットレジェンドが1998年、ドリームキャスト版、プレイステーション版が発売されているが日本では 未発売。あれ、日本でガントレットドリキャス版ないらしいぞ。あー、ってことは64版、エポック社より64版が日本では出てると。
頑張って64番を買ってください。ありがとうございます。はい、なんかスチーム版があるという噂もあるけど、ちょっとそこは調べてみて。ガントレットレジェンドで、俺もカタカナでいいよ。はい、ありがとうございます。これはガントレット前も依頼で出たので、うん、これはまあ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 、そうね、ガントレットガントレットボブさんだね。ボブさん、あ、ボブさんがいいと思います。はい、疲れてもうた、なんかパチパチパチ、ダメだ、スペアム版はそのまま別のガントレットだと思う。近所のゲーセンで10円になって、あー、スチーム版はその後に出たガントレット、その方あのがダークレガシーの方かな。まあでもやってみればいい機会だから。プレステ2版とかは出てますよ。プレステ2版とかは、まあでも高いよ多分これ。若干。わからんけど。ガントレットダークレガシーは、2002年に光栄が作ってる。アーケード版は SNK。ガントレットレジェンドがベースになっており、プレイヤーキャラクターが新たに増え、って書いてるから、海外では Xbox 版、任天堂ゲームキューブ、ゲームボーイアドバンス版、アドバンス版もあるのかい。とりあえず日本ではプレステ2版があると。海外プレステ2版ねえのかよ、これ。そんな感じで、まあ、ガントレットとつくやつちょっと探してやってみたらいいんじゃないですか。まあ、一人でやるゲームじゃないけど。なるほどね。そういうことになっちゃうんだね、やっぱね。欲しくなった。結構これはファンのいる。つか、あのね、ガントレットってね、意外とね、みんな舐めてるけどね、ハクスラの元祖っていうか、なんつうの、なんか、いや、やっぱね、ファンが多い理由がわかる。楽しさがわかればね。はい、下がれていらっしゃい。日曜の夜です。よろしく。ラーメン会。ダークレガシー山で2000円弱。はい。なんか、スチーム版が出てるって言ってたけど、何なのね。まあ、自分に遊びやすい環境と、なんか調べてみてください、それはね。ティールさん、そうだね、初代ガントレットに関しては本当にあの当たりジャガーとかすら出てるからね。まあメーカーの問題なんだろうけどね、あれはね。まあいろいろそれをオマージュというか、そのリスペクトゲームをいっぱい出てるんで、まあいろいろ一人でやってもまあやり込みゲーというか、こうちまちま楽しむゲームとしては意外といいから。うん、セガもに、あ、どれだろうどのゲームのことだろう。もうポリゴンになった時代の話かな。そんなわけで、ありがとうございました。今日はちょっとここまでにしようかな。あとはもう、あの、スーファミインストールワーク取ろうかな。うん。よし、今日はここまでとします。また、来週あー、まあね、この枠はそういうあれも側面が結構あるみたいだからね。そうそうそう、いやー、設定ミスなの。はい、なんか俺冷や汗かいたからそれでかな。カニ道楽さんもありがとうございました。初見さんじゃないかもしれないね。はい、スラッシュアウト、あれ全然オマージュゲーなの、あれってスパイクアウトじゃねえの、あれ。はい。スーファミインストール枠はこれからちょっとあると思います。そこ、ちょっとね、ゲームしまいたいんで、しまいたいゲーム、奥にしまっちゃいたいゲームを、とか、まあ、いろいろね。はい。来週はやると思うけど、そうね、動画は今月の中盤ぐらいには、できる予定でしたけど、ちょっとよくわからない。俺モチベーションがこんなに一気に下がる可能性がある事態に身を置いたことがないからわかんないけど、まだあと4分あるな。そっか、ちょっとびっくりしちゃったな。今までも探し枠でちょっとさ、お前ちょっとこれから扱う、動画で扱うから、ちょっと黙ってほしいなっていうのはちょいちょい出てくるけど、答えがその場合はちょっとさすがにもう、隠しきれねえし。意外と、緊張感のある枠なんでね。まあ、しょうがないよ。ちょっと心が弱いので、優しくしてくださいとか言ってくれれば優しくするけど。
でもあまりにもこっちが言ってることがもう聞いてくれないとさすがに怒るよ、こっちも。見つからなかった時の恐怖と見つかった時の恐怖と怖くが怖くなりますそれはしょうがないだろ、お前のせいなんだから。俺が嫌だっつってんのにお前が受けた結果だからね、これ。嫌が取れないようなやつの依頼を受けんと言ったけど、もう仕方ねえから受けてやったらこのざまだよ。してねっつの、いや、まぁちょっと、そういうなんか、自信がないので、ちょっと、優しめで、難易度、優しめでお願いしますって。私を NG にぶっ込んでくれてない。いや、入れん。普通の探しようか。PC ゲーだけど優しくしてね。PC ゲーは優しくできないよ。だってお前、その PC ゲーっていうことはってことだから。PC ゲーの残念なところは本当に自分で買ってねえことだよな。お前は別にいいよ、ほっといても。機種は PC です。機種は PC です、はい。はぁ、そうなぁ。疲れちゃった。次のインストールで元気出るかな。PC ゲーを探してくれたことには感謝してるよ。いや、PC ゲーはまあね、パソゲー探してる人にあまりの無責任な人が多いので、だからちょっとね嫌なんですよね。まだちょっと人に手伝ってもらって探してもらう段階にないねっていう人が意外と多い。PC ゲーを探してもらう人って。白いハード。今日いなかったな。どっちを向いても恐怖の探し枠。そうだな。次のチケットまで3100プトだけど、どうやったら。いやいやいや、やめてください。大丈夫。てへは、獣さんのあれだな。実際の動画、白い録音。楽しみにしてます。ああ。どうせお金になんないんだよ、あれマジで。ニコニコはもうね。いや、まあもういい。あれは大丈夫。わかってるから。楽しみにしていますよ。まあね、見て楽しんでいただくのが一番こう、ありがたいんで。まあね、多分、10本、8本ぐらいの中の1本がわかっちゃっただけだからね。あれはな、本当にあれ、な。嘘はついてなかったかな。あ、まあ、それが一番いいかな。助かるのはな。ニコニコに一回アップしないようにしてみようかな。もう。そうだね。ニコニコに動画アップするのやめようかな。でもそうすると広告してもらうあれ当てがなくなっちゃうから、俺のコンセプトから反するからね。難しいとこなんだよな。まあ、おっさん向けの動画だからニコニコにあってもいいんだけどな。みんなでコメントを書きながら楽しむものでもあるからね、動画なんて。そのコメントをしてもらうために、わざとやってる部分っていうのが結構動画の中に仕込まれたりするから、ここはこういうツッコミ入るといいなっていうのがあるから、やっぱね、YouTube にコメント機能がつけばいいだけの話なの。金払って。ニコニコに金払って。ちょっとパクらせてくださいというか、そのシステム使わせてくださいってね。8年ぶりに一般会員になったけど不都合なかったぜ。だから何も考えずに別に生主でも動画アップするわけでもなくね、プレミアムになってるとあんま意味ないからね。そんなわけで次枠は探し枠ではありません。